場所は G614B。 これより映像を送ります。了解しました。映像確認します。レビアさん確認中。現在同時にサードアトラクションへの申請中。ルシファーホークと確認。タイプはカテゴリー2。カテゴリー2のルシファーホークを確認。カツミさん、キリーさん、ナミさん了解。現在シームルグで待機中。同じ。了解しました。サードアトラクションと認定。2027年7月31日午後9時43分。これより当該事件の指揮権はアンプに移行します。シームルグ発信してください。場所は場所は G614B だろ。分かってるって。所長と課長がいないって時にルシファーホークなんてよ。え、どうしたんですか、キリーさん。いつになく弱気ですね。違うよ思う存分暴れられんなと思ってさ。キリー、今の発言メモリしといたわよ。後で所長に報告しちゃうから。優等生のレビアらしいや。小さい頃からそんなだったのか。どうかしら。現場に到着するわ。機動警察にはちゃんと通達を。もちろんです。現在誘導中。デートの待ち合わせ場所は予定通り八甲前です。皆さん気を抜かないで行きましょう。雪って待ち合わせはいつも八甲前よね。それが一番分かりやすいですから。現場に到着します。準備も OK。 予定行動に入る。これはもう逃げ場はありません。あなたは私の作った結界の虜。なるほど。アンプの闇雲ナビだな。名前を知っていただいてるとは光栄です。逃げ場がなくなっているのはそっちかもしれんぞ。いや、やっぱりお前の方だよ。貴様、どこへも行けやしないさ。わかるだろ、生きたままじゃな。くそ、まさか、まさか。当たり前でしょ。迂闊に姿を現すからこうなるのよ、ルシファーホークさん。か、勝つにできる。さまよえる悲しい者たち、黄泉の国へ返してあげるわ。黄泉の国へ導かれるのは勝つに、お前だ。ネメシス様のもとへ。はい。西暦1999年、地球は未曾有の大災害サイレントクライシスに見舞われ、人類は滅亡の危機に瀕した。その時、一度は滅びるかと思われた人類だったが、最悪を逃れた一部の人々が霊的に守護された都市部に集中して文明を再建し、絶え間ない発展を続け、今や以前にも増した科学文明を築き上げるに至った。中でも東京は極度に発展したコンピューターテクノロジーによって一大メガロポリスとして成長していた。だが、その東京で次々と奇怪な猟奇殺人事件が発生し、人々を恐怖に陥れていた。サードアトラクション、クリーチャートラップと呼ばれるその怪奇事件は、異世界から現れた怪物ルシファーホークによって引き起こされるものだった。地球と平行世界にある惑星ネメシスに住むルシファーホーク、彼らはサイレントクライシスをきっかけに時空を超えて地球に現れ、人間を捕食していたのだ。
の魔力を持った生物はあまりに凶暴で、通常の兵器だけでは撃退は困難であった。そこで、これらの事件から町を、そして人々を守るために、魔力、呪術、超能力、エレクトロニクス、さまざまな特殊能力を持ったメンバーが極秘裏に集められ、対ルシファーホーク特殊警察、アタック・トゥ・ミスティフィケーション・ポリス・デパートメントが組織された。通称、アンプ。今や、ルシファーホークに対抗できるのは、彼女たちを置いて、他にない。時は、西暦2027年のことである。今の発言メモリしといたわよ。後で所長に報告しちゃうから。優等生のレビアらしいや。小さい頃からそんなだったのか。どうかしら。もうじき現場に到着するわ。機動警察にはちゃんと通達を。もちろんです。現在誘導中。デートの待ち合わせ場所は予定通り八甲前です。皆さん気を抜かないで行きましょう。雪って待ち合わせはいつもハチ公前よね。それが一番わかりやすいですから。現場に到着します。準備も OK。 予定行動に入る。これはもう逃げ場はありません。あなたは私の作った結界のトリコ。なるほど。アンプの闇雲涙な。名前を知っていただいているとは光栄です。逃げ場がなくなっているのはそっちかもしれんぞ。いや、やっぱりお前の方だよ。貴様、どこへも行けやしないさ。わかるだろ。生きたままじゃな。貴様、まさか、まさか。当たり前でしょ。迂闊に姿を現すからこうなるのよ、ルシファーホークさん。か、勝つにできる。さまよえる悲しい者たち、黄泉の国へ返してあげるわ。黄泉の国へ導かれるのは勝つに、お前だ。ネメシス様のもとへ。はあ。女はね、年を取っていくものなの。取っていくんですか。そう、二十歳過ぎたら1年ごとに19、18、17、16ってね。おいおい、そしたらこいつ赤ん坊になっちまうぜ。ちょっとキリ、それどういう意味。はい、皆さんお待ちかねのケーキですよ。ケーキ、ユキが作ったの。喫茶ラビリンスは手作りが基本ですから、
この日のために修行しました。うん、これ美味しい。でしょでしょ。でもちょっと甘すぎませんか。そういやさ、アンプに新しいメンバーが来るんだって。なになに、私聞いてないわよ。らしいわね。私もまだ詳しくは聞いてないけど。ユキ、いけない、肝心なものを忘れるところでした。これ私たちからのプレゼントです。ありがとう。開けていい。あー、綺麗。素敵でしょ。それレビアさんが選んでくれたんですよ。ま、多少なんとかに真珠って感はあるけどな。うん、キディとっても似合いますよ、カツミさん。さてと、あ、私から特別プレゼントのオプション付きよ。あなたの生態パターンや魔法についての情報をもらって電子的に分析させてもらいたいの。先々役に立つだろうと思ってね。おいレビア、みんなで金出し合ったもんに変なおまけつけんなよ。なんかモルモットみたいじゃないかそれって。あら、キディさん、モルモットってとっても可愛いんですよ。そういうことじゃなくて。わかったわ、ありがとうルイ。秋葉原にルシファーホークが出現したそうよ。え、でも本部からまだ何も。私の新しく開発した早期警戒システムタロスよ。まだテスト運用中だけど、以前よりもケルベロスとのリンクが強くなって、いち早くルシファーホークの出現を察知できるようになったの。それじゃあ皆さん、パーティーはこの辺でお開きにして。そうね、一仕事してくっか。
Thank you.